お疲れ様です。今回からね、ちょっと新コーナーでフードエージェントに聞くというね、まあ、そんなシリーズをやっていこうと思います。まあ、不定期の更新になりますし、あとね、返信がいただけないものもあります。大体このフードエージェントに聞くシリーズなんですけども、私がね、この一般公開動画で質問したものを、リンクをそのフードエージェントさんにお送りして、そのフードエージェントさんからいただいたメッセージを、次回の私の放送でね、 あの前回の回答はこうでしたよっていう風にお届けするそんなタイプにしようと思います。でね全回答していただけるかどうかは限らないのとちょっとこれはね日本の占領政策とか GHQ っていうところも出てくるんで一部都市伝説じゃないのっていう風に思う方がいるかもしれませんけども実はねそういう風にあにおかしな情報だって思わせるのもこの食品に関しての戦略の一つなんですよね。 うん、で日本の安全保障っていうのはまあ武力によるものとかねあのよく取り出されますけども実はねもっともっと50年とか60年ぐらい前からこの国日本っていうのは食ってものに関して自立をすることでもっと言ったらね日本の優れた食生活を海外に輸出することで。 世界をまとめていくっていう方針に舵を切らなければならなかったんですけども、日本人がね、効率化ですとか、コストパフォーマンスですとか、外食重視、西洋文化、西洋食品の活用みたいな形で、どん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 逆方向に行ってしまったんではないかなと思うんですよね。その辺も込みで、ちょっとね、フードエージェントさんにいろいろと Q&A をね、ぶつけていこうかと思います。で、前回私がね、聞いたのは、 あのトランス脂肪酸のことですとか添加物のことですとかねそれから安全食材それから塩醤油その他調味料っていうのはまあ言ってみれば油でで作られた有害なものが多いいと思いますでそれを避けながらどうやって健康食材を入手して健康と思われる食品を手に入れてそれによって調理に結びつけているのかっていうことね いろいろ聞いてみたんですけども、とりあえず納得いく答えは得られました。で、今回新しいシリーズが始まるということで、また一からね、Q&A を成り立たしていこうかなと思うんですけども、大体そうですね、以前、普通のいわゆるスーパーに行って、いろいろと買い物をして、まあ、産地とかね、調味料とか、添加物とかこだわらずに買ってきて、普段食べていた食事と、お食についてね、 様々な研究して健康と思われる食材をいろんなところはしごしながら手に入れた食材費これ費用の差っていうのがだいぶ出ると思うんですけどもまあ,あの昨今のね、えー、物価高騰の影響もあって単純に計算しにくいと思うんですけども大体の肌感覚でその予算っていうのはどのぐらい膨らむもんなのかなっていうことなんですよ。要するに あの、不健康だと思われるものから健康だと思われる食品に切り替えることによって、そのコストってのは月間でどのくらい変わったかなっていうね、感覚値をね、20%くらい上がったんじゃないかなとか、やや50%くらい上がったんだよみたいなことをね、お聞かせいただくとよろしいのかなと思います。それから当然ですけども、身近なスーパーで買えるものばかりじゃなくなってくると思いますので、じゃあ手間とか時間みたいなものもね、ちょっと余計にかかると思うんですよ。で、そのくらいの、 ことですかね。そのぐらいって変な言い方になりますけども、そのあたりの感覚をね、これも正確に数字で答えにくいと思うんで、感覚値として手間はね、2倍ぐらいかかるようになったかなみたいなことをお知らせいただければと思います。まとめます。はい、えー、自分の体に良いと思える、そして日本人の体に良いと思われる、まあ、完全和食に戻していこうとした時にどのぐらいの お金的なコストがかかったのか、時間的、手間的なコストがかかったのか、この2点に絞ってお答えいただくといいと思います。正確に金額でお答えしてくださいというよりも、感覚値です。大体、3割、4割手間がかかるようになったよねとかね。まあそんな感覚で結構ですのでお知らせいただければと思いますので、よろしくお願いします。フードエージェントさんへのメッセージでした。